中国医学、中国医学とは、中国を中心とする東アジアで行われてきた伝統医学である。東洋医学、中医学、中国伝統医学とも呼ばれる。近年は欧米でもトラディショナルチャイニーズメディシン、TCM、伝統中国医学の名で、保管、代替医療として広く行われている。アーユルベーダ、インド伝統医学、ユナニ医学、 ギリシャ・アラビ医学と共に三大伝統医学に数えられ、相互に影響を与えたと考えられている。中国地域に伝わる伝統医学は多様であるが、中華人民共和国の成立以降を整理され、中医学の名で統一理論が確立された。そのため日本では、中華人民共和国で整理された医学体系を中医学とそれ以前を中国医学として区別する場合もある。 少数民族土着の医療との対比において、主に漢族が実践してきたものであると考えることもできる。日本では漢方医学を中国医学と同じものと捉える人も多いが、漢方医学は中国から伝来した医学が日本で発展したものであり、重視する理論や診断法、使用する省薬料などに違いがある。日本、朝鮮半島、 チベットなどの中国周辺の医学は中国医学の影響を濃く受けて発展した。公文書に漢文を用いた中国、日本、朝鮮半島では書籍の翻訳が必要なかったこともあり、医学書の交流も盛んであった。東南アジアの伝統医学は中国医学、アーユルベーダ療法を取り入れたのが多い。以下のような点が中国医学の特徴として挙げられる。 中国における歴史について記す、因代の鉱骨文などには、意、薬といった文字は見当たらず、未だ人々の間に医療という概念がなかったものと思われるが、やがて不祝と呼ばれる、集落の神事とともに、人々の病も癒す、呪術指摘存在が現れることになる。最初の医療は、今でいう、占い、魔よけにあたるものが主流であったが、やがてそこへ木薬などの薬物療法や、 神宮の原初的段階が組み入れられていく。それと共に、不祝も、不を専門とする神官的な存在と、意を専門とする意思的な存在に分かれていったと考えられている。こうして、旗以前にも、変弱などの名医の存在が、数々の記録に残っており、例えば変弱は六不治の一つとして、不を信じて、意を信じざればすなわち不治を掲げ、 すでにこの時代に医者と呪術師的な存在、すなわち医学と宗教とは明確に分離されていたことを伺わせる。前漢、紀元前202年紀元8年の時代には皇帝内教という現在知られている最古の遺書が編纂されている。後巻、25年から220年の時代に、超中継により、召喚造病論が編纂される。ただ、この 召喚増病論は、長い戦乱で散逸し、雑病の部分だけが見つからず、召喚論だけが残り、孫子枠の先金用型などに、引用文などが書かれてはいたものの、雑病にあたる部分は発見されずにいた。北宋時代に、欧主が近畿玉箱要略法を発見し、その後半部分が、雑病の部分にあたるとして、林奥良によって、 召喚論と重複する部分を分けられ、近畿要略、正式名称は近畿要略型論として世に出回ることになる。上中継は召喚増病論の序文において、皇帝内教を折り返してから読まなければならないと書いているため、皇帝内教も読まずに召喚論、近畿要略を軽々しく扱うことを疑問視する流派もある。召喚論は、 現在医学での流行性官房と推測される急性熱性疾患をモデルに、病性の進行段階と治療法を論じたとする流派もあるが、召喚とは、競技の意味は急性熱性疾患であるが、抗議は熱性疾患のみにとどまらぬ意味もあるため、これもまた意見の分かれるところでもある。中国医学は、超中継によって、初めて理論的に体系化されたとも言われる。 東代の孫芝曝は、医学前書である、備え急先金用方などを表すが、これまでの医学思想に、神仙系の医学思想や仏教医学の思想を加味した。召喚論の薬法を取り入れて、先金欲法を表した。金、元時代、九百六十年から三百六十七年には、金本四大化と呼ばれた、流喚祖、張子は、利東垣、主丹系らが現れる。 皇帝内教の理論をもとに六院理論、四小理論といった新しい理論が表された。一方南宋では太平恵民局という公立の薬局が設けられて、医者や官民に良質な薬を提供するシステムが構築され、宗児が荒い演習録という世界初の本格的な法医学書を表しており、こうした成果は南宋を滅ぼした元王朝にも継承された。また、 明の時代に医師の理事鎮が本草項目を表して薬学、本草学の分野でも大きな進歩があった。中国においては戦後国民党政府の伝統医学廃止運動に反発する形で共産党政権による伝統的医学復興が国策として行われ中医学としてまとめられた。現在西洋医学を行う通常の医師と伝統学を行う 中医師の二つの医師資格が併設されている。中華人民共和国成立に伴い、中国共産党は大陸各地に点在していた伝統医療の担い手を老獣医と呼んで招集し、伝統医学の教育に当てた。ただし、新末以来戦乱に明けた大陸では、体系立った伝統医学などは残っておらず、老獣医にしても、ほとんどが家電の省略型なり新級型なりを、 かっこ伝えているだけであった。このため、これら個々の伝統技術を統合する理論体系が必要とされ、毛沢東の強い意向を受けて伝統医学が整理、統一され、中医学理論が失礼られた。つまり、現在の中医学は中国において統一教科書教育が必要になった1959年を、皮切りとし、文化大革命の時期を中心として展開されたもので、 これ以前の中国医学を中国医学以降を中医学として区別する考え方もある。1958年の南京中医学院が編纂した教科書中医学概論では五蔵六部ごとに病床が展開されており、病床も先近方の五臓病床に類似している。この教科書では環境干渉のように現在の中医学では用いられない病床が含まれる。 また、先金型には、人人熱などまで含まれる。新規を例にすれば、現在の注意理論は、軽絡治療と似ていて、小僧の母子関係や、相国関係を中心に、理論構築を展開する。およそ1960年代より、雑病の一つだった、寒気、育略、寒気鬱体が、肝の本病症の一つとなった。また、肝鬱気体が肝実症である、 という認識は中国ではあるけれども、日本での認識は乏しく、漢字症という発想は、脈診を中心として、診断を行う、経絡治療科にも理解しやすいものである。中医学は、中華人民共和国において、多様な中国伝統医学を整理、統合して作られた医学体系である。診療は、基本的に、中医師が行う。ただし、 日本においては中医師の資格は使えないため、これを行うのは日本国で有効な医師免許を持つ者、または一部の鍼医師が行う中医新旧である。中医師の免許は米国などでは認可されているが、日本では現在未認可であるため、中医師免許のみでは診療行為を行うことができない。このため中国は中医師資格の認可を日本政府に働きかけている。 現代中国の中医学は、西洋医学の影響を受け、注意内科、注意外科、注意婦人科、注意小児科などに細かく分類され複雑化している。中国の中医師の資格種類は次の通りに分けられる。その他に、医師は、西洋医があるが、西医学部を卒業後に中医学研修を受け、西洋医学も中医学も理解する、中西結合治療を行う医師、中医学部では、 西洋医学も同様に学習するため、両方の処方が可能であるもいる。この際、診察や処方において、西洋医学の薬にしますか、中薬にしますか、などと聞かれることがある。日本の漢方医学と同根ではあるが、日本と中国の社会的事情、歴史的経緯、生活習慣、風土などの違いから、漢方医学と中国医学は、 診察方法などが大きく異なる。例えば以下のようなものである。近年は欧米では、中医学がトラディショナルチャイニーズメディシン、伝統、中国医学の名で普及し、保管、代替医療として治療、研究が広く行われている。香港では1999年より、チャイニーズメディシンカウンシルオブ・香港コにより規制されており、すべての中医科は、 委員会に登録されなければならない。登録には5年間の専門教育を受けた上で30週間の臨床実習を積み、さらに試験に通過する必要がある。登録資格は3年間有効で、更新にあたっては登録された。専門家から60日間の教育を受ける必要ある。漢方医学、和漢方、和方、日本で発達した中国医学系の伝統医学の故障である。 中国を起源とする伝統医学は古代から断続的に日本に伝来していたが大陸で失われた古文献や古い技術も維持されたものがあり現在では新旧、小薬ともに中国医学とは思う気をことにするものに発達している。例えば中国では原心は捨てれたが漢方医学においては重視されており逆に中国で重視される脈心は日本では あまりおもんじられない。薬用量も中国で使われる量に比べ、生薬を輸入に頼っていた日本の量は3分の1程度である。また重視される文献や理論も異なっている。日本の中国医学系伝統医学は、江戸時代に乱法に対して用いられた漢方、または漢方医学という名が一般的に使われている。漢方医学は、神経も含む場合もあるが、 現在は漢方薬による治療のみを指すことが多い。日本においては、鍼灸は医師、鍼灸師が行い、漢方薬は医師、薬剤師が行う分業になっていることもその一因と考えられる。日本では中国や韓国と異なり、伝統医の国家資格は存在せず、専門教育もほとんど行われていない。朝鮮半島の医学は日本にも影響を与えた。 一針二九三役と言われるほど新灸がおもんじられており、現在の韓国は世界唯一の新灸専門医制度を持っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。